お疲れ様です、マピーです。今回はですね、生クラスマッチやっていきたかったんですけど、動画撮ったんですけどね、ちょっとまた音バグがあるみたいで、なんか自分の声がすごい小さくてゲーム音が大きいっていう状況になってしまったので、一応動画撮ったんですよ。ただこれ結構いい感じに撮れたからもったいないなと思ったのでまあ今回は後付け実況をしようかなと思います。あんまり後付け実況ってしたことなくてさ、そういうノウハウがないんですけど、まあ楽しんでいただければなと思いまして、まあ、ちょっと再生しますね。はい、まあ、こういう感じでね、適当に音とか調整してるんですよまあ哀れですね。実際には私の声はこれ届くことはないと、ここの生で喋ってた時ね、いや結構いろんなこと言ってたんですけどね、まあまあ知らないということで、今日のバトル情報のこの属性補正が神と竜の HP1.1 っていうことなんですよ。でこの補正は、まあ、なんだかんだ神ターンが強いかなと思います。神の HP 上がってて竜の HP が上がってるってことなんで、まあ一応ね、メタがあってね、マフェリーリーダーにデバフを詰め込んだデッキとかが、まあ、今日のメタとしては輝くんですけど、まあマフェリーも持ってないということなんで、単純に神ターン使うかなと思って、でテンプレの神ターンですね、これは。まあ全然テンプレというか、その本当はシンジのところがフェリアの方が理想的ではあるんですけど、こういうテンプレの神ターンで今回はやっていきましたと。少し前に神ターン三重士って言って、ミヤクレルシンジークっていうね、それにプラスティターニアっていう構築をやったんですけど、なんだかんだね、今日の補正だったら殴り駒よりかはこういうファネルとか入れても全然ね、むしろミラーの方が多いと思うのでファネル入れちゃいましたということでやっていきましょう。で、まあ、これ相手の方が耐久と、で耐久対面で結構相性悪かったんですけど、まあ、先に言っちゃうとこの試合勝つんですよね。まあ、どういう勝ち方かっていうのを、まあ、解説していこうかなと思います。でまあ解説もするんですけど、なんだろうな、まあ、せっかくの後付け実況なんでね、後付け実況だからさ、ちょっと雑談も入れたくて、そう、最近こういう縦画面で動画撮ること多くなってるんですよ。多くなってて、でこの動画撮ってるのもね、この動画っていうか、この後付け実況撮ってるのが4時半で、この動画を撮ったのが4時過ぎぐらいなんですよだからもう実況動画を撮って、でその後に音のチェックをして、で、あ、これダメだなってなったんで、もう後付け実況にすぐ切り替えた感じなんですけど、まあなんでこういう時間に撮ったかっていうと、寝れなかったからね寝れないんだよ。うん、ほんと、ちょっと前の動画にね、はい、なんか左耳が痛くて、そんな中でちょっと夜寝れなかったんで動画を撮るって言ったスタンスでね、暗黒を使った動画あったと思うんですけど、これの続きというか、うん、後に耳鼻科行ってきてさ、耳鼻科行ってきて、そのちゃんとね診療を受けてきたんですよ。でその結果、まあ、中耳炎でした中耳炎で左耳の鼓膜が破れてたらしい俺鼓膜破れるって初めてなんですけど、まあなんかあれかな、耳かきとか、あとはちょっと左耳を酷使することが多かったんでね、基本的にね、なんかパソコンにつないで動画撮るときってイヤホンするんですけど、そのイヤホンを左耳にしかしてなかったりしてたんですよ。なんか左耳が一番しっくりくるから、そんな感じで左耳を酷使しすぎた結果、まあ、こういうことになったのかなと思うので、まあ今後の反省としてね取り入れていこうかなと思います。で結果的にその薬とかいろいろもらったんですよ。5日間ぐらいの薬もらって、まあでも逆に言うとなんか5日間ぐらいでいいんだみたいな感じですね。ああやってこれちょっと場面の解説遅れたんですけど、まあ、C に打ってきたんで今のところこれ最善ですね。はい、 C1 にファネル打ちましたと。はい、で結構なんかその先生もなんだろうな、あんまり深刻そうな表情もしてなくてね、鼓膜破れたっていう状況って普通に考えたら結構やばいと思うんだけど、鼓膜っていうのは一応再生できるんでね、そのうち入ってくると思います。なんかそのナメック星に向かう直前の尻尾はなくされてましたがみたいな感じでさ、ベジータみたいな感じになってるんですけど、まあ、そのうちね入ってくると思うんで、まあまあ前向きにいきましょうという感じですね。皆さん鼓膜破れたことってありますか？私は初めてなんですけど、私この鼓膜破れたことあってこれぐらいで治りましたみたいなさ、そういう意見っていうか体験談ありましたらコメントに書いてください。であと前の動画のコメント本当にありがとうございました。すごく励みになりました。私も中耳炎で苦しんだことありますとか、あとお大事にっていうコメントをたくさんいただきまして、本当にね皆さんに支えられて、こういう活動できてるんだなと思いました。本当にありがとうございます。で、まあ、ここ相手仕打ちしてきたんで、これは左下 X に入って、その後に D6 打つことによってストナーが完成します。でこのね駒を打つ順番っていうのがすごく大事なんですよ。まあ、ここはしぶしぶ春秋打つんですけど、さっきのターンにね
ファネル打つっていうのも割と大事なことなんですよね、うん、終盤にファネル取っときたいところはあるんですけど、どうせ終盤ってなんだっけあいつヒアソフィアとか打たれてイモられることが多いので、ヒアソ打たれる前に火力出していくとか、あとこういう耐久対面っていうのはコンボ支え受けの駒が重要になったりするんですよ。でこういうところでほらこれ火力出せるんで、ここで信じてまずは削ると、綾波を返せと、まあ個人的には綾波返せっていうよりかは鼓膜を返せって感じなんですけどね、まあ自分が傷つけた鼓膜に対して何を言うかって話なんですけど、さあここは相手ね、ここにエフィーを置いてきたんですよ。ここのエフィーがなかなか上手くて、あだと盤面取ったとしてもエフィーが絡むのでちょっとコンボ動線とか組みにくい感じなんですよね。でここはフェリプティス出ます。フェリプティスキル発動しない上にこういう耐久対面だとあまり強くないんでね、こうやって捨てちゃいますと。フェリプティステので相手がねここ打ってきたんですよ。右角っていうか右下 X か。でこれが結構美味しかったですね。これ割と美味しかった。でここをアイドルエンデガが、まあ、完全に腐る形になるんですけど、あと今回ねアラクとかも入ってないんですよね、うん、最近のカビタンはアラク入らないっていうのがあるんですけど、まあこういう状況でかなりね相性悪いんですが、ここの回復なんかも入れていってしっかり HP を、まあ、回復しのなんだろう HP で数って感じですね。なんか飛ばすのはもう無理だなって思ってました。エルフリーでなんかも打たれたので、あとそこに加えてヒアソもあるんだったらもう HP 差で勝つしかねえなと。盤面、まあ盤面重視で攻めてなんだろうパスさせていくしかないなって思いましたね。さあここ回復される。でここは、エンデガステます。エンデガステの相手確かここで右角とか打ってきたんだっけな。はい、右角打ってくる。でこれでシールアザード取れて、まあ、盤面もいい感じですね。はい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 。でここちょっと迷ったんすけど、ここエクレルでも良かったですね、うん、まあそんな変わってはないんですけど、まあどっちでも良かったんですけど、あどっちも良かったかな確か、まあ、イーチ打っちゃって結局アイドルエンデがコンボ発動してなかったんでどっちでも良かったですね、まあ、ここでエクレルかな。まあ、順番が逆でも問題なかったのかなとは思うんですけど、ここはちなみに右角に守護者打ったのは上にシールド打たれてるんで、ここに守護者打っても完全に後々この守護者で仕留めていくっていうのがもうずっとそのことばっかり考えてました。でここで、まあ、1打っちゃって相手はパスの状態にさせると、エクレルで火力出す。で相手はパスで回復入れられて、でここで左上 X の5枚返しですね。よいしょ。でこうなると相手取れるのが A3 しかなくて、でその後にラン捨ててって感じで HP 差で勝とうと思ってましたね。さあこうなると相手しんどい。で最後のこの A3 に打ってくる駒、これ最後っぺとして、まあ、水が来るんですけど、こうやってね回復大きくされますが、まあ、全然 HP 差保ててると。やっぱ細かいところで調整が効いたのかなと思います。右下の角に守護者打つっていうか D6 にフェリプティを捨てて、コンボささやきのもうコンボささやきがこの守護者しかないなっていうのがもう分かってたんで、リンガもウンディも切っていろんな駒を切ったんでね、フギムリも切ってて春明けも切ってるんでティタも切ってるし、そういう状況だったんでもうこの守護者は大事に大事に動いていきました。さあこの間も結構いろんなこと喋ってるんだけども、まあ残念ながらお蔵入りになったんで、今日はねこういう後付け実況でお送りするということで、まあこういう楽しみ方も悪くはないのかなと思うのでよろしくお願いします。まあ前よりマシだな。前の時は本当にねなんか後付けっていう発想がまるでなくて、取り直しを繰り返した結果朝の6時になってしまったっていうことなんで、今は朝の4時半ぐらいなんで、しかもまあ左耳が痛すぎて寝れる状況じゃないんで、まあなんだろう不幸中の幸いかなと思います。はい、さてさて、でこの2試合目が納涼メヒスト。で今日の納涼メヒストちょっと珍しいんですよね。今日の竜アップと神アップの日の納涼なんでちょっと怖かったですこれは。で手駒もそんな芳しくなくてね、リンガットとウンディーネ終盤に打ちたい駒が上がって手駒にたくさん来ちゃうと、エクレルぐらいかな割とその序盤に引いて嬉しい駒っていうのは、まあここは迷わずエクレルから、はい、エクレル投げると。でウンディとリンが持ってる状況で、確かこの2手目に引いた駒が強いんだよな。2手目っていうか 2ターン目か、
はいはい、ここね早めに倍席行ってくるんですよ。でこの状況でうんって思って、まあ、右から2番目がフィニッシャー系の駒か、あとはまあここで打ちたい駒ということなんで、まあ、リッチとかブラジェとか持ってるのかなと思ってました。でここをまあウンディーネ切ると。でこのファネルね引いたの大きかった。なんだかんだ序盤のファネル引くっていうのが美味しくて、でこれねあの前の環境とかだったらファネルこんなところに適当に打って左上 X に打つだけでも相手悶絶するんですけど、あのファネルが一応スキル調整というかスキルバッジついて2体しか召喚しなくなったんで、ファネルの運用としては2手目とかじゃなくてもうしっかり4手目以降に打っていくっていうのが効果的になりましたね。まあ、てかそうしないとしんどくなるっていうか、うん、すぐ消されるんでね。でここちょっと迷ったんですけど、まあ、信じ行くエンデがあれば大丈夫かなと思ったんでここはアラジン捨てちゃいました。で相手トップ引きのリッチなんですよ、バイセ切った後の。なんでここでブラジェとか来るのかなと思ってたんですけど、ここでまさかのラファエル、ちょっとこれがびっくりしましたね。ここでバイセとラファエル切るっていうのが相当、まあ、相当な手駒でないとこういうことしてこないと思うのでちょっとびっくりしたんですけど、まあ、ここはしっかりエスペランサ召喚しようかなってことで4手目ファネルで、この D5 召喚強いっすね。ここで E4 召喚とかだったらすぐ消されてあと1枚しか召喚できない状況になってファネルの強みっていうのが相当低くなってたんですけど、まあ、ここでしっかりとね、うん、D5 に召喚してくれて、しかもこの B 字に取ってくれたのが結構美味しいんですよね。こうなるとエスペのこのコンボダブコンで狙いに行けるんで込み で春秋と打つのちょっと迷ったんですが、まあ、ここは全然リンガ取りですね。コンボ2枚出るんで、むしろ春秋打っちゃうとすぐ消されて、なんだろう、コンボ 1.7 出すだけになっちゃうのでアド取りにくいかなってことで、ここはリンガとですね。でここでコメント来ると、お休みモードしてるの忘れてるんですけど、まあ、ここでコメントありがとうございますっていう風に多分言ってます。確かそう、確か言ってたと思います。まあ、改めて言うと、コメントありがとうございます。でここでアンプー来ると、まあ、ずっと持ってた駒がアンプーで、とはいえラファエル、まあ、アンプーはさっきのタイミングでも打てたっちゃ打てたんですけど、まあ、割と相手は堅実に行くタイプでしたね。まあ、これは結構ラッキーでした。アンプーさっきのターンで切られてラファエル持たれてる方が普通に嫌だったんですけど、まあ、ここでね春秋打つと、まあ、これだから相手どこに切ってもダブコンの状況にはなるので非常にね強かったです、この春秋。まあ、春秋じゃなくてもそうかな、てかエスペランサが強いと。なんだかんだ神ターン最強のゆえんはやはりこのファネルっていう部分が大きいんじゃないでしょうか。さあブランジェッタ来ると、これもトップ引きですね。でここはあと引けば勝ちだなと思ってたら本当に引くとこれジグ2枚返ししてフィニッシュですね。はい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 。まあ引き強な部分もあったかな、引き強な部分っていうか引き強な部分だったな、基本的にはもうなんか引き強して勝ったっていうところがだいぶ支配的なんですけど、まあ、しっかり勝っていくわ。まあ、本当はねこの辺もしっかり喋ってて、そういう純度 100% のマッピー会長実況をお送りしたかったんですけど、残念ながら音バグが発生してしまったんで、まあ、こういう後付け実況ですね。まあ、ちょっと後付け実況ってなんだろう、あんまやったことないっていうか本当ほとんど経験がないので、うん、ちょっとうまいことこれ撮れてるかっていうか皆さんを楽しませられてるか不安になるところではありますが、まあ、ゆっくり見ていただければなと思います。うん、生温かい目で見てね。で最後、はい、神ターン対決で、神ターン対決でこっちの方が HP 高かったんですよ、この普通の HP なんで。相手は、まあフェリアは持ってないのかなと思ってました。まあ、全然ねフェリア ある前提で動くのが一応一番いいので警戒はしてたんですけどね。正月おきくるみで、ここ正月おきくるみのアタック見れば分かるんですけど相手プラス振ってないんですよ。なんで神ターンにあんまり執着はないのかなってことで、ここはまあアルベルラ打ちますね。はいはいはい。春秋先行の場合っていうか どの場合でもそうなんですけど全然終盤でも強いんでね、次フギムニから組み立てていってって感じです。ていうかまあその単純に今日は神の HP がアップなんで、こうやって序盤からの組み立てっていうのがすごい大事ですね。HP アップだからこう、なんだろう、HP0.9 とかだったらこういう組み立てとかは別になくても全然ご利用してたりするんですけど、 HP 上がってるんでゆっくり組み立てました。さあリンガトと、でここでリンガト切ってくるの結構美味しかったですね。ただ、はい、ここでエクレル行くんですけども、
ここはエグレル切っちゃいます。あの春秋打ってから D5 エグレルとかもまあなくはなかったんですけど、別にエグレルそんなにコンボスキル強くないしリンガとも張られてる状況なんで、ここはエグレルで適当にチャニゴシして、でこの A4 に打ってくる駒がジークリットで結構きつかったですね。これはだいぶ痛かったけど、まあ HP アップっていうこともあってだいぶね余裕を持って動けると。でファネル打つと、このファネルがめちゃくちゃ強かった。とはいえ相手もね上手くて、ここの X に打たれる駒がちょっとしんどかったんですよね。それが、まあ、今引きファネルですね。今引きファネル打たれて、でこれファネル消しちゃうと盤面が死んで、しかも E4 に召喚されてるから、まあ、絶対勝てないってことなんで、ここは渋々ですね。このファネルは許容する形で、ここは春明ですね。まあ、2V1 にはなるんですけど、はい、ここに召喚するのがめちゃくちゃ強いんで、ちょっと 2V1 ではあったんですけどこっち打っちゃいました。でここ一番きついのがエスペダナサの召喚がここで終わるんですよ。こっちのなんで B6 打たれてからの D2、 次のターンの D2 とかがめちゃくちゃ怖かったんですけど、相手ここで油断してくれて B4 打ってくれたんですよ。ここでトリプルコンボですね。いくら夏ハピといえどここのトリプルコンボはもう余裕で飛ばせるので、ジークの3枚でこれは美味しかったですね。これがなくても普通に B6 とか打たれてたら結構しんどかったんで、まあ、これはラッキーでした。こっち防御札ブライダルウンディーネとかリンガットとかも結局引けないまま終わってたんでね、このままだったらこれはラッキーでしたって感じで、まあ、生クラスマッチなんで、まあ、こういう感じでね3連戦していったわけなんですけども、しっかりと3連勝したってことなんで、まあ、いい感じに終わってはいるんですけど、いい感じにね進行できて終わるつもりだったんですが、残念ながらはい音バグが発生してたので、こういう後付け実況で3戦とも解説させていただきました。まあ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 、まあ、いつもとは違ったなんだろう実況というか、そういう楽しみ方ができたんじゃないかなと思いますので、もし面白かったという方は高評価をよろしくお願いします。あとチャンネル登録もぜひぜひよろしくお願いします。ということで今日はこの辺で終わります。まだまだちょっと左耳がめちゃくちゃ痛くてね寝れなそうなんで、この後この動画の、ね、あの編集だけパパッとやっていきます。ではお疲れ様でした。